誰と喋ってるの？帽子が笑った。どうした夏目？あ、いや、ちょっと子供の頃の夢を。小さい頃から時々変なものを見た。他の人には見えないらしい。それらはおそらく妖怪と呼ばれるものの類。言っておくが、俺は玲子さんじゃないぞ。私の勝ちね。祖母夏目玲子は強い妖力を持ち、出会った妖怪たちに片っ端から勝負を挑み、それらを任しては古文になった証として紙に名を書かせ集めた。我を守りし者よ、その名を示せ。名を返そう。用心棒代は高くつくぞ。今日のところはエビフライ一本で勘弁してやる。見えなかったところにこうして形が現れるのが好きなのよ。もし僕がいなくなったら、そう思うとどこへも行けなくてね。さよならじゃない。聖子は俺の祖母です。あの人にお孫さんが。本物の夏目なのか。ああ、小学校の時。やめろ！うんにゃうんにゃなんにゃわすんにゃうんにゃうんにゃうんにゃ。喋れないのか。一匹いなくなった。あれ夏目んちの猫じゃないの。え、今のにゃんこ先生。それは心配だな。先生のことだから自力で何とかするとは思うけど。壁の中の方が心地よいのです。さあ渡してもらおうか。記憶を奪う大あやかしというわけか。あの時はごめん。それからありがとう。